ジョン・マカスカーは、スコットランドの民族音楽のミュージシャン、音楽プロデューサー、作曲家である。優れたフィドル奏者である彼は、1990年代には前半はバトルフィールドバンドのメンバーとして、後半は歌手、ケイト・ラズビーのバンドメンバー兼プロデューサーとして繋がっていた。現在の彼は、多くのジャンルのミュージシャンのプロデューサー及び、編曲家として活動するとともに、 自身の名義で、いくつかのソロアルバムをリリースしている。マカスカーは1973年5月15日に、グラスゴー近郊のベルズヒルに生まれ、7歳の時、アイルランド人の母にフィドルを弾くよう勧められた。彼は、地元のユースオーケストラや、KD バンドに参加していき、そして14歳の時に、同級生たちと共にバンドパーセルをローグを結成した。数年後に彼は、 グラス号の王立スコットランド音楽演劇アカデミー、ティム・オブライアン、リンダ・トンプソンといった多くのミュージシャンのアルバムにもゲストとして参加した。それまでに彼はすでに歌手、ケイト・ラズビーに関わっており、彼女のバンドに参加して、彼女のプロデューサーとなり、2001年8月に結婚した。2006年離婚。マカスカーは音楽の境界を超える技術の持ち主として認知されている。 ライブやスタジオ録音でのゲストとして、彼は、ボニー・レッド、パッティ・スミス、スティーブ・アール、ロザンヌ・キャッシュ、パオロ・ヌ・ティーニ、ジュールズ・ホーランドと、ステージで共演し、また、マーク・ノップラー、ポール・ウェラー、ティーン・エイジ・ファン・クラブ、オーシャン・カラー・シーン、た多くの録音に、ゲスト参加している。映画や、TV 番組では、映画ハートランド、EN、ビリー・コノリー、 S ワールドツアーオブニュージーランド EN、ジェニファー・サンダースのシットコム EN、ジャムエルサレムのサウンドトラックが含まれる。プロデューサーとしても広がるマカスカーの実績は、オークニーの歌手、クリス・ドレバーや、アイドルワイルドのフロントマンロディ・ウンブルのデビューアルバムを含む。マーク・ノップラーの半年間のワールドツアーの後、マカスカーは、 クリス・ドレバー及びロディ・ウーンブルトの新しい録音を2008年9月にリリースした。このアルバム EN ビフォーザ・ルーインはティーンエイジファンクラブやレディオヘッドのメンバーマイケル・マクゴールドリック、ハイディタル・ボットをゲストとして迎えている。2007年にマカスカーはケルティック・コネクションとケンブリッジ・フォーク・フェスティバルというスコットランドとイングランドそれぞれを代表する。 フォークフェスティバルより、スコティッシュガーリックの歌手ジュリー・ホーリスから、イングランドのバンドブラーのギタリストグレアム・コクソンまで、スコットランド及び、イングランドの異なるジャンルミュージシャンの集まった企画、EN、Under One Sky への作曲の共同委託を受けた。彼は2008年の11月と12月に、イギリスでの Under One Sky ツアーをサポートした。ベーシストのマイク・マクナマラから、 オーシャンカラーシーンのサイモン・ファウラーを紹介された。直後の2003年、ジョンはファウラーから BBC ラジオにフォークショー、ミュージシャン・オブ・ジー・イヤーを受賞された。マカスカーは、ファウラーのバーミンガムでのバンド活動のライブに多数出演し、2012年に、マカスカーは、ファウラーのアルバムメリーマウスに登場し、イギリスツアーにもバンドメンバーとして参加した。2014年に、 マカスカーは再び、ファウラーのメリーマウスという名のソロプロジェクトの新しいアルバムウェンロックヒルに参加した。このアルバムには、チャスデイブのチャス・ホッチズもゲスト参加している。マカスカーは、現在、妻であるアイルランド出身の歌手ハイディタルボットと共に、エディンバラに住んでいる。ありがとうございます。